セイレーンたちとユリシーズ、セイレーンたちとユリシーズは、イギリスの画家、ウィリアム・エッティによって描かれ、1837年に、初めて展示された巨大なキャンバスの油彩画である。ユリシーズ、オデュッセウスが、セイレーンの歌から身を守るために、耳を塞いだ船の乗組員がユリシーズを縛る、ことによって、彼女らの妖艶な歌に抵抗しようとするホメーロスの女児 オデュッセアの一場面を描いていてる。伝統的に、セイレーンは人間と動物の合成獣として描写されていたが、エッティは裸の若い女性として腐敗する死体が散在する島と共に描いた。最初の展覧会では絵画に対する意見が分かれ、一部の批評家はそれを非常に賞賛したが、他の人は趣味の悪い不快なものとしてあざけった。 おそらくという非常に大きなサイズのため、この作品は最初は売れなかったが、その年の後半に、マンチェスターの商人ダニエル・グラントが購入した。グラントはすぐに死亡し、彼の兄弟は、セ霊レーンたちとユリシーズをに寄贈した。セ霊レーンたちとユリシーズは、実験的技術を使って描かれた。その結果、完成するとすぐに劣化し始めた。 1849年のエッジ店と1857年ののロンドンの主要な会場でも見ることができたが、これからも公共の場で展示を続けるには条件が悪すぎるとみなされ、ギャラリーのアーカイブに置かれた。保管庫に置かれて150年以上経った後、2003年より修復作業が行われ、2010年からマンチェスター市立美術館で展示されている。 ヨークで生まれたウィリアム・エッティ、1787年から1849年は、もともと春で、見習いの仕事をしていたが、18歳の時に修行を終えて、ロンドンに移り、アーティストになった。ティツアーノ・ベチェッリオとピーテル・パウル・ルーベンスの作品の影響を強く受け、彼は、聖書的、文学的、神話的な設定でヌードを描く画家として、有名になった。 彼の同僚の多くは1828年に彼を大いに称賛し、彼を完全なロイヤルアカデミー・オブ・アーツのメンバーに推薦したが、他の人は彼の作品の内容を卑猥なものとして非難した。彼の初期のキャリアを通して、エッティはイートン・カレッジで教育を受け、古典的な神話に自出していた裕福な弁護士、トーマス・マイヤーズによって高く評価された。1832年以来、 マイヤーズは定期的に絵の潜在的な題材を示唆しようとエッティに手紙を書いた。マイヤーズは非常に大きな絵画取引の市場があると確信し、そのような作品を描くようエッティに進めた。1834年に彼はセイレーンたちに出会ったユリシーズ、ギリシャ語でオデュッセウスの主題を提案した。セイレーンの島の縄張りを船の乗組員が後悔するという、 オデュッセイアからのシーンである。セイレームは船員を死に誘う歌の美しさで有名だった。ユリシーズは彼女らの歌を聴きたかったため、彼の乗組員は彼を解き放たないという、厳しい命令のもとで彼を船のマストに縛り付け、その後、ユリシーズ以外の乗組員は安全に海域の外に出るまで字の耳を塞いだ。セイレームに遭遇するユリシーズの話は、エッティの持ち味によく合っていた。 彼は当時、すべての私の偉大な絵の目的は、心におけるいくつかの大きな道徳を描くことである。官能的な喜びに抵抗することの重要性である、と記述している。場面の描写では、おそらく、アレキサンダー・ポープの翻訳に基づいて絵を描いていただろうが、それには、彼女らの歌は死であり、破壊をもたらす、神に祝福されない男が、歌を聴いてその場に泊まり、 呪われた海岸の近くでは、聞いたものが横たわる。青々とした牧草地を広く囲って、彼女らは遊興している。横たわる人間の骨で、地面が、すべて白くなる。人間の血が流れて、地面を汚す。そして、人間の大虐殺は恐ろしく、海岸を汚すと書かれていた。精霊員たちとユリシーズは、死んだ船員の腐敗した死体に囲まれた。 島で歌う三人のセ霊レンを描いている。背景には船のマストに縛り付けられたユリシーズが見え、暗い雲が空に浮かんでいる。ユリシーズは彼の仲間の船員よりも大きく見え、セ霊レンは伝統的な劇的なポーズで腕を振っている。三人のセ霊レンは外見が非常に似ており、エッティの電気作家、レオナルド・ロビンソンは、エッティが 同じモデルを三つの異なる姿勢で描いた可能性が高いと考えている。ロビンソンは古典的なポーズはエッティが生涯にわたってアカデミーで教育を受け結果であると考えている。の元学芸員リチャード・グリーンは彼女らのポーズは彼が1823年に模写を描いているルーベンスのマリード・ドメディシスの生涯の命レ令イレインスに影響を受けていると考えた。 セイレーンの身体的な外観はオデュッセイアには記載されておらず、その伝統的なギリシャでの表現は鳥とライオンや鳥と人間の合成獣だった。エッティは自分が描いたセイレーンが完全に人間のような外見であるのは海から島に上がっているから人間になったと説明し合理化した。このアプローチは囲碁の多くの画家にも見られた。エッティは セイレームの島の腐敗した死体を描くために、遺体ヤンチショに足を運んだ。彼が実物の死体を創作のために利用したことは、公然と知られており、一部の批評家から苦情が寄せられた。彼は1836年に、ブライトンを訪れ、絵画を描くために、海の取材をしていたが、エッティは、風景画や海を描いた経験は、ほとんどなく、彼の海や雲の筆地は、他の作品と比べて、 初歩的なものに止まっている。この絵は、という大きさで、その時のエッティでは、最大の作品だった。この作品は1837年に完成し、その年の後半に、トラファルガー広場にある、ロイヤルアカデミー・オブ・アーツの新しい建物現、ナショナル・ギャラリーで展示された。この作品や、それを描くキーワのエッティの手法について、意見が分かれた。は、エッティが描いた絵画は、 非常に上質な絵画である。それは一流の歴史的作品であり、あらゆる種類の美しさに富んでいると評した。一方、は、感能性と忌まわしさのおぞましい組み合わせであり、色が鮮やかで、出来栄えは素晴らしいが、考えられる限り最悪の趣味であると述べている。おそらくその大きさのために、セ霊レインたちとユリシーズは1837年のでは、売れなかった。 1837年10月、裕福なマンチェスターの名商人、ダニエル・グラントは、ビーナスとハトの時からすでにエッティの崇拝者だった。彼とエッティは出会い、セイレインたちとユリシーズとデリラに裏切られたサムソンを合計200ポンドで購入することを提案し、エッティは2枚の絵の対価として400ポンドを希望していたが、グラントが経営する会社がその年に10万ポンドを、 損失していたため、2枚で300ポンドで申し出た。グラントはそれに対し、250ポンド、今日における約、ポンドを希望したが、エッティはこれを拒否した。夜になると、グラントが突然、私からお金を取るのかと述べたので、エッティは驚いて、その価格に合意した。グラントは、間もなく死亡し、残された絵は、彼の兄弟ウィリアムが1839年に,に寄贈した。 エッティはこの絵を自身の最高の作品と考え、1849年にロイヤルソサイティオブアーツで開かれる古典の中心的存在であると主張した。ロイヤルマンチェスターインスティチューションは絵を動かすと破損する恐れがあることを懸念し、エッティと彼に影響力のある友人がマンチェスターを訪問して頼むまで展覧会での使用を拒否した。エッティはその年の後半に死亡し、 彼の作品には、束の間のブームが起こった。彼への関心は時間の経過とともに低下し、19世紀の終わりには、すべての絵画の相場は、元の値を下回っていた。それは稀に展示されたが、セ霊レンたちとユリシーズは、フレデリック・レイトンの1858年の、漁夫とセ霊レンに影響を与えたものの、後の芸術家にはほとんど影響を与えなかった。 セイレインたちとユリシーズは、私の人生における芸術活動の中で達成した偉大な作品の一つである。私は決して再び描くことはできないとエッティは語っている。エッティは、実験的な技術を使って、セイレインたちとユリシーズを描いており、塗料安定剤として強力な接着剤を使用したため、塗料が硬く脆くなり、一度乾燥させると剥がれ落ちたり、した。 絵画の大きなサイズのため、それが動かされるたびに曲がる原因にもなった。絵画が完成した瞬間から、それは劣化し始めた。1857年のに展示された後、この作品は、展示を続けるにはあまりにも条件が悪いと考えられ、ロイヤルマンチェスターインスティチューションとその後継である、マンチェスター私立美術館の保護に長期保存された。20世紀半ばには、 精霊院たちとユリシーズを修復しようとする試みが数多くなされたが絵を製造しようとすると思いがけず塗料が破損した。2003年マンチェスター市立美術館の職員は修復作業が実施されなければ間もなく絵画は修復できなくなると判断した。アットアクサは修復のための資金を提供した。1930年代に絵画が取り付けられた。 キャンバス画によって交換された。続いて、絵画の表面を修復するために、アイシングラスの接着剤とチョークの混合物を使用し、以前に修復しようとした際に加えられた塗料を除去した。キャンバスの新しい二重の層が、絵画の後ろに付けられ、三つの層が接着された。2006年、修復された絵画は保管庫から、マンチェスター市立美術館のギャラリーに戻された。 マンチェスター市立美術館のギャラリー9は一時的なスタジオに変わり2010年に完成するまで最終的なレタッチ作業の見学者のために一般に公開されていた。セ霊レインたちとユリシーズは現在ギャラリー3に展示されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。